はいどうも皆さんこんにちは、ミニマリストのたけるです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回はスーパーに買い出しに行く予定がありますので、その買い物の様子と、あとは実際今日何を買ったのかだったりとか、冷蔵庫の中をご紹介したりとか、どんな収納方法をしているのかなど、いろいろ皆さんとねシェアしていきたいと思います。今回は僕たち行きつけの金末で買い物をしてきました。今回買ったのはアボガドを2つ、納豆を2パック、キットカットの抹茶味を1つ、醤油せんべいを1つ、和風きのこ味のパスタソースが1つ、鶏むね肉2枚入りを1つ、低脂肪牛乳を1つ、食パン5枚入りのものを1つ、冷凍チャーハンを1つ、そして最後にこんにゃくゼリーを1つ買いました。はい、ということでね、買ってきました。まずは何を買ってきたのかを皆さんとシェアしていきたいと思います。まずはお菓子類からですね。僕たち夫婦は結構お菓子を食べるので、週に1回くらいはお菓子を買いに行きます。よく買うのがこの3つです。味は変わりますが、チョコ系とせんべい系とこんにゃくゼリー系はよく買います。次に牛乳ですが、僕は飲まないのですが、妻が最近寝る前にホットミルクとしてよく飲みます。そうすることでよく眠れるそうです。続いてお肉系ですが、僕ら夫婦はほぼ毎回鶏むね肉を買います。鶏むね肉はヘルシーでかつ高タンパクで安い食材なので、健康にもお財布にも優しいですよね。続いては納豆ですが、僕たち夫婦はよく納豆も食べます。特に朝納豆かけご飯にして食べたりします。食パンはですね、妻が朝にバターを塗って食べるか、僕がお腹が減った時のおやつとして食パンは食べます。続いてアボカドですが、我が家ではしょっちゅうアボカドを買います。忙しい時や仕事から帰ってきて夕飯を作るのが面倒な時にこのアボカドが大活躍するんですよね。アボカドを一口サイズに切ってご飯の上にのせ、わさび醤油をかけてアボカド丼にして食べます。アボカドは森のバターとも呼ばれていて、とても健康にいい食材です。老化の防止、体内のデトックス、血液をサラサラにするなどの様々な効果があります。脂肪の燃焼にもよく、ダイエットにもおすすめな食べ物です。続いてこちらは冷凍食品のチャーハンになるんですが、レンジでチンをするだけですぐに食べられちゃう優れものなんですよね。忙しい時や疲れた時に温めるだけで食べられるので、妻はよくお弁当に、僕はよく仕事休みのお昼ご飯として食べます。最後こちらはパスタにかけるソースなんですが、これも簡単に料理ができるのでよく買います。はい、ということで今回買ってきたものは以上になります。では買ってきた食材をパパッと収納していきたいと思います。もしかしたら勘のいい皆さんだったらもうお気づきかもしれないんですけど、今回野菜を買ってないんですよね。だから栄養面大丈夫ですかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらの冷凍庫にですね、しっかりと野菜は冷凍保存してありますので全然大丈夫です。ちなみに今の冷蔵庫はこんな感じです。小さめな冷蔵庫ですが、2人暮らしであればこれくらいの容量でも十分です。早速買ってきたものを冷蔵庫に入れていきます。こちらには常温で保存する食材を収納していきます。はい、ということでね、食材を収納し終えたので、簡単に食材を収納した、例えば冷蔵庫の中だったり冷凍庫の中だったりとか、おやつボックスだったりとか、食材を収納している場所の、簡単なご紹介をしていけたらなというふうに思います。今冷蔵庫の中はこんな感じです。ちょっとは生活感が出たかなと思います。一番下にあるのが僕が病気で飲んでいる薬ですね。で、今回買ってきた鶏むね肉、キットカット、
あとこちらが納豆、牛乳で、こちらにあるのがバターですね。でこちらもなくなりそうなのでそのストックだと思います。でこちらは以前買った鶏もも肉ですね。ちょっと久しぶりに買ってみました。で、合わせ味噌 でこちらがジャムですね。で奥にあるのがヨーグルトになります。続いて扉側ですが、こちらは牛乳と醤油ですね。でこちらもほとんどないんですけども、もうちょっとでなくなりそうなのでこちらにストックの醤油が置いてあります。でマヨネーズ、めんつゆで上に上がって、こちらが昨日買った蜂蜜レモンの天然水で、こちらが本だし、とろけるチーズ、あとケチャップですね。でこちらはほとんど使ってないんですけども、以前買ったソースと、あとたまに使うレモン汁で、こちらもですね、2つともあんまり使ってないんですけども、ニンニクだったりとか、あと焼肉のタレですね。で最後こちらには生卵が置いてあります。冷凍庫の中はちょっと容量が小さいのでごちゃっとした感じで見えてますが、ギリギリ収まってます。でこちら冷凍庫の中はというと、先ほどにも紹介した野菜類ですね。もう調理がしやすいようにすでにカットした状態で冷凍保存してます。こちらが人参で、こちらが玉ねぎですね。で奥の方にあるのがお肉の冷凍保存ですね。お肉に関しても買ったらすぐに冷凍保存します。なので先ほど買ったお肉とかもこれからカットして冷凍保存していきます。で続いてこちらが、餃子ですね。こちらが餃子で、でこちらがですね、2つで1つのおかずになるやつですね。でまた今度動画で紹介するかはわからないんですけども、きっとオイシックスっていう商品になります。すでに食材がカットされたりとかするので、例えば包丁いらずだったりとか、加熱するだけだったりとか、もう20分ぐらいで主菜と副菜が作れちゃうっていうのがきっとオイシックスの特徴なんですよね。また機会があれば動画で撮っていきたいと思います。で上にありますのが先ほど買ってきた冷凍チャーハンと、あとは唐揚げだったりとか、あとは副菜の野菜ですねの冷凍のやつだったりとか、お弁当に使うやつですねが入っています。続いてこちらには玉ねぎが入っていて、こちらはじゃがいもですね。で今回買ってきたアボカド、食パン、そしてこちらにはトマトのホール缶だったりとか、あとこちらもですね、ふりかけるだけで味付けができるっていうやつだったりとか、あとはツナ缶ですね、シーチキンだったりとか、あとふりかけだったりとか、であと今日買ってきたパスタにかけるソースがあります。そして最後こちらがおやつボックスになります。こんにゃくゼリーだったりとか、あとはおせんべいだったりとか、あとはのど飴だったりとか、あとお茶のティーパックが入ってたりとかしますね。全体としてこちらの収納棚を見るとこんな感じになってます。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。あまり参考にならなかったかもしれませんが、まあ、ちょっとでもね、良かったです、参考になりましたと思われた方がいましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画終わりにします。ありがとうございました。